はい、新作映画紹介シネマギークでございます。今回ご紹介しますのはシネマサンシャイン北島で絶賛上映中でございますベイビーブローカーです。監督は是枝裕和さんということで、もうこのベイビーブローカー自体がですね、主演ソン・ガンホということもあっていろんなところで話題になっております。ワイドショーなどでもね、このカンヌに出展されたというところもあって、一つ一歩抜き出てタイトル的には有名ではないかと思います。是枝監督といえばやはりこの新生児の取り間違え問題を描いた作品で、福山雅治主演のそして父になるが2013年にあったりはしましたし、2015年だと海町ダイアリーであったりとか、あと広瀬すずが出ました3度目の殺人、これ2017年ですね。いろいろ社会派的な部分をこう深く深く掘り下げつつ、家族であるとか、特に家族について描いている作品が多いのかなと思います。特に2018年の万引き家族ではカンヌ国際映画祭でパルムドール受賞しましたので、まあ監督としてはもう本当日本映画界の中ではもう一歩抜き出たところはあるんではないかなとは思います。まあ先ほど言いましたソン・ガンホが主演、これ特に見てほしいのは殺人の追憶というのが2003年にあったんですけども、この映画、未解決な過去の殺人事件が実際に韓国でありまして、それを、まあ描いたものになっておりまして、非常にこうラストまで見た時になんとも言えないこうもやもやとしたまま終わる映画になっております。あと殺人の追憶の後話題になったのはやっぱりグエムルかなと思いますけどもね、韓国が本気で作った、怪獣と言っていいとかわかんないですけど、まあ、怪獣映画がグエムルで2006年にありましたけどもね。でやはり2019年の、パラサイト半地下の家族での主演っていうところも非常に注目された方でございます。でもう一人の主演、いわゆるソン・ガンホが演じる役のパートナーとして演じているのがカン・ドンウォンでございまして、彼も非常に注目されている方で、今年あもう去年2年前になりますね、新感染半島ファイナルステージの主演をしたりはしています。で、今回非常にフレッシュなといいますか、まあ、年齢的にはもう20代後半なんですけども、韓国の超人気歌姫のイ・ジウンが出たりですね、まあ、韓国の女優の中では本当多くの方に知られるペ・ドゥナが出たりはしてるんですけども、この映画の見どころポイントね、早速いこうと思いますけども、見どころポイント1つ目、生まれてくる子供たちへの愛とは何なのか。今回映画自体がですね、オープニング日本でいう赤ちゃんポストに赤ちゃんを預け入れるというシーンから始まるんですけども、その後その赤ちゃんを中心に関わる3人の大人と1人の子供のポジションっていうものがいろいろな形で紆余曲折ありながらも一つの方向性を向くっていうシナリオになっておりまして、そういった部分っていうのは非常に見ていて、考えさせられる部分っていうのはあると思います。ポイント2つ目、出演する子供たちの自然な演技。是枝監督というのは撮影するとき、特に子供さんを撮影するときというのは脚本を与えずに当日口頭説明をしてからキャメラを回すということを聞いたことあるんですけども、あんまり先入観を持たずに演じさせるということをしている監督なんですけども、その手腕が今回も非常に生きているなというふうに感じますので、出演する子どもたちの演技ぜひ見ていただきたいと思います。ポイント3つ目、母性とは父性とは親になるということの意味を問う一作。先ほども言いましたように赤ちゃんを、まあ、ポストに預けるというポジションの女性の心の変化、そして彼女が抱える過去、そして、子供、いわゆる赤ちゃんを、まあ、ブローカーとしてですね、養父母のところに届けようとする彼らも善意でやってるんだという意思のもとやってるんですけども、本来それ犯罪なんだけども、そういった部分で言うとそこに
彼らの中に一つ違う、今までとは違う感情が芽生えてくるという部分が節々に現れます。それは母性であり父性であるんだけども、その母性であり父性でありというのは、パートナーが出産したから父性を持つというものではなく、子供と正面から向き合い、赤ちゃんをきちんと正面から向き合い、赤ちゃんの未来のことを考えることによって内面から徐々ににじみ出てくるというところはうまく表現されていたとは思います。この3つぜひチェックしてみてください。シナリオそのものはですね、土砂降りの雨の中、赤ちゃんポストに赤ちゃんを預けようとする一人の女性、ソヨン、これがイ・ジウンが演じておりますけども、彼女はポストではなく床に置いて立ち去るんですね。雨が降っている中ということで、そういった部分、外に置くということは、その赤ちゃんの死というものに直結するんだけども、実はそれを監視していた女性刑事が2人いる。そのうちの1人がですね、その床に置かれた赤ちゃんをポストの中に入れるというところから物語は始まります。そして預けられた側はサンヒョン、ソンガンホがですね、ドンス、カンドンオと共に捨てられた赤ちゃんのために養父母探しをするというところを実行に移すというところ、そのためには預けられた監視カメラの映像を消すという犯罪であることを感じさせるシーンは続いて描かれます。ここですでにベイビーブローガーというタイトルに直結するというところになりますけども、そして、翌日なんですけども、実はこの赤ちゃんを預けた女性ソヨンがその場所に現れると。で、赤ちゃんは預けたのにいない、ただ彼女は床に置いたということもあって赤ちゃんの行方というものはわからない。で、警察沙汰になってしまうのを避けるためにサンヒョンはドンスと共に事情を、ソヨンに話をして一緒に養父母を探す。もちろん、ベイビーブローカーとしての仕事として報酬の部分も話もした上で、彼女と共に養父母を探すんだけども、彼らを逮捕するために先ほどの刑事2人が尾行を続けていたというお話になります。是枝三作品のほとんどがそうなんですけども、具体的な悪って出てこないんですけどもね、それぞれがそれぞれに事情を抱えている、特に主人公クラスには絶対悪ってのはほぼ出てこないんだけども、そういったこの事情というものが一つ一つ紐解かれていく、この出世にまつわるエピソード、ソヨンですね、ソヨン、イ・ジウンが演じるソヨンにも実は、隠し事があってっていうところもあるし、サンヒョンにも過去こういうことがあってっていうところもちょっとずつ描かれるという部分はミステリー的な部分もあったりはします。ただ今回映画徹底して描かれていますのは家族の在り方と親の在り方という部分に特化してるかなと思います。それはもう今回疑似家族とも言える5人という部分がカメラの中で収まるという部分は多々あるというところです。で、そのシーン多々あるんですけども、そういった中はね、本当の家族のように見えるという和気あいあいとしたシーンっていうのをちょこちょこインサートすることで、家族って本当の意味では何なんだろうみたいなところを描いたりはしてます。で、その和気あいあいとした一方、刑事の方というのはベイビーブローカーで動くサンヒョン、ソンガンホ、ドンス、カンドンフォンに対して、そしてさらに母親のソヨン、イ・ジウンには辛辣な言葉で会話するというところがあります。あいつらはベイビーブローカー、赤ちゃんを売ろうとしてるんだ、悪いやつだ、赤ちゃんを捨てるんなら産むなよ、という非常に辛辣なセリフで彼らを蔑むというところが出てきます。その犯罪者に対して容赦ない言葉というところから、警察らしい、そういう犯罪者に対して悪というふうに断罪する部分っていう部分と、その一方で悪と言われた彼ら、彼女らの家族としての和気あいあいというギャップっていうのが見ていて非常に不思議な感覚になるところです。で、やはりソン・ガンホの演技っていうのは非常にすごくってですね、やはり自然を感じてしまう、いや自然の演技というか、彼が出演するそのカメラの中に収まって語っているその一つ一つが非常にどこか
コミカルな部分、例えば孫元穂の体と顔でミシンを上手に扱うといった部分も含めてですね、彼が演じることが何か違和感がないように見えてしまうというのは非常にすごいなと思いました。で、もう一人のカン・ドンウォンもですね、この孫元穂の、相方として活躍するんだけども、彼自身も親を知らないまま育ったっていう過去をちょっとずつ見せるっていうところの葛藤っていうのを非常にうまく演じていたなとは思います。そして未婚の母となって赤ちゃんポストに赤ちゃんを預けようとするイ・ジウン、これ彼女自体非常に国民的アイドル、韓国での国民的アイドルだった彼女がですね、非常にこう成長して演技の世界に入ってきて、この作品で一気に成長したんじゃないのかなっていうのは見受けられます。非常に可愛らしい整った顔をしているんですけども、髪がやはりボサボサの部分であったりっていう部分を含めてですね、この役に対してきちんとアイドルチックな部分ではなく、あくまで一人の女優として、真摯に取り組んでいたなっていうのは非常に印象的でありました。で、あとはペドゥナーですね。是枝監督作品にも過去にも出てるんですけども、今回も非常に落ち着いた演技をしてくれます。悪に対して非常に辛辣な言葉を吐くというところもありますし、ただセリフの量自体はそんなには多くはないんだけども、表情の演技が非常に素晴らしいなと思いますし、特に彼女なんかは劇中の途中での表情と本当のラスト直前の表情では全然違う、本当に同じ女性なんだろうかと思うぐらい表情違うっていうのを見せてくれるところは、さすが韓国映画界の看板女優の一人と言ってもいいところだとは思います。いずれにしてもですね、是枝監督作品らしい映画で、ちょっとケレン味的な部分は非常に少なめなので、非常に見やすい映画になっているとは思います。家族のありよう、家族のあり方、様々な捉え方ありますけども、そういった部分を見つめ直す一つのきっかけになるのではないかなと思いますし、これから母親になる方、父親になる方、そういった方々にも見ておいていただきたい一本になっております。ベイビーブローカー、シネマサンシャイン北島で絶賛上映中でございますので、よかったらご覧ください。そしてよかったらチャンネル登録もお願いします。